あのちょっと焦げ目がついてきて、ラブイズオーバー、かわいい。はい、どうも、酒癖の悪い料理研究家ランキングダントツ1位のリュウです。今回はですね、この夏にふさわしいですね、炊き込んでない炊き込みご飯みたいな、この旬の大葉を使った、大葉と豚バラを使って超夏向きのさっぱりした炊き込み風混ぜ飯、豚バラ大葉飯っていうのを作りたいと思います。これがもう爽やかな香りにこうご飯が包まれて、そして豚バラの脂ご飯が吸って相当うまいんですよ。ご飯なんだけど酒が飲める、その素晴らしい一品になってますので、今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まず大葉5枚で、これが、豚バラです。豚のバラ 100g、 そしてあればでいいんですけども、生のレモンね、やつ切りにしたやつ、そしてご飯がね 200g、 まあ、僕なんかはもうこれで、砂糖のご飯使っちゃいますけども、あとは調味料概要欄で説明します。これほんと簡単なんで、ほんと簡単なんです。はい、ということですね、今回はもう夏にもうめちゃめちゃいいですね、料理をさせていただくんですけども、やっぱ夏に合うレシピだとね、やっぱ夏に合うお酒がいいですよね。やっぱね、夏にふさわしいサワーを作っていきたいなっていうふうに思います。はい、サワーカモン。まあこれぐらいですかね。はい、入れて、で今回は大葉があるので、もうね、大葉をね、もう切っちゃうね。でね、この大葉をね入れて料理に使う大葉使っちゃったね。ソーダを注いでいきます。大葉杯絶対美味しいよこれ。はい、じゃあいただきます。あ、うまっ、うまい。ということで夏を感じれたと思いますんで、やっていきたいと思います。で、そしたらね、やっていきます。大葉をね、まずこう繊維を断ち切るように切っていきます。こうするとね、結構香りが広がりますんで、で、5枚ね、同時にぶち切っていく。ちょっとささささささ、そしたら、なんか別の器に入れておきましょう。で、次豚バラ、豚バラはね、なんかちょっとちっちゃめにね、2、3センチ幅ぐらいで、こんな感じで、はい、こんな感じです。もうね、切るの終了。まずね、ごま油を大さじ1杯入ります。で、火にかけます。豚バラにね、これ味塩コショウでいいんで、軽く振ってください。まあ、中火にかけて豚バラを入れていくんですけども、あのなるべくね、ちょっと広げ目にやってください。はい、こんな感じ。で、パリッとね、炒めていきます。あの、カリカリにしないでいいですよ。カリカリにしちゃうと豚肉って硬くなっちゃうんで、パリパリにまでいかないぐらい、これぐらいで、あのちょっと焦げ目がついてきて油がちょっと出たかなっていうところで、で、ここに白だしもね、入れちゃうんですね、これね。はい、はい、どうぞ。で、ちょっと白だしいったら沸かします。こんな感じです。今回はね、チャーハンじゃないので、白だしを入れて沸かしたら火はもう完全に止めてください。はい、で、ここにあったかいご飯入れます。ここにこうちょっと絡めていくぞ、この油とだし、白だしを。で、なんかちょっと油が多いな、ちょっとあの油っぽいの苦手だなって方はね、油ちょっと取っちゃっていいんでね、豚バラ炒めた後にね。こんな感じですよ、皆さん。で、ここに大葉です。ラブイズ大葉、大葉も入れたら火は入れないんですね、これね、火は入れないんです。はい、この余熱だけで。はい、じゃあ盛り付けていきます。こんな感じね。大葉ね、ちっちゃい大葉だったからもうちょっとあってもよかったもんね。これです。先ほどのレモンを、添えて、じゃあ小ネギね、小ネギをパラッとのせましょう。かわいい、最高にうまい夏ごはん、フラワーマます、完成です。それではできました、いただいていただいていただきます。いただきます。うまっ、なんやこれ、だしとさ、油を吸ったさ、飯がうますぎる。炊き込んでないのに味がしっかりついて最高においしい。僕のレシピにした調味料とかもうシンプルなんですけど、めっちゃうまい。大葉の香りが最高です。酒がガンガン飲むんです、これ。
大葉飯と大葉サワーが合わないわけないじゃないですか皆さん。今回の豚バラオムシいかがでしたでしょうか。もう僕大好きな料理、手間もすごい少ないし本当に美味しい。ぜひこの豚バラオムシぜひやってみてください。でって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 でアルチューマシーン2号。はい、この中にはね、いつもアルチューマシーンはウイスキーだけだと思ったでしょ、最近はね焼酎も飲みたいなと思いまして、アルチューマシーン2号、技の2号をね、ちょっとお、そうか、ちょっとなんか先走っちゃって、最初だから、最初だからちょっとね、なんか悲鳴が聞こえました今ね。